きますよ。やばい、どうしよう。ゴ2012年一発目の恋する木曜日。こんばんは、JRKB エルザです。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。この放送では明けましておめでとうございますな感じなんですけども、メンバーが僕しかいませんのっけから一人寂しく、始まった恋する木曜日なんですけども、皆さんの方からたくさん年賀状いただいてます。ちょこっとだけ読ませてもらいます。JRKB の皆さん、スタッフさん、明けましておめでとうございます。というのは、JR ネームおもちさんです。
本年はすでにライブ始めをされて気持ちが引き締まったことと思います。12日のオルタナジャパン2012は世界の皆さんに見てもらえるということで緊張されましたか？そんなにしてはいませんね。はい、いつも通りのライブをやらせてもらいました。私はいつも以上にはしゃいじゃってしばらく首が痛かったです。さて JRKB は武道館を目標としていますが、2012年メンバー個人の目標は立てましたか？教えてください。私の目標は恋目でステッカーをもらうにしました。今年も楽しい時間一緒に過ごしてください、というおもちさん、ありがとうございます。おもちさんの目標がステッカーをもらうこと、ステッカーをもらうことなんですね。じゃあやりましょう。もうはい、もう早くも1月でもう叶ってしまったというね。はい、ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、JRKB の目標としてはね、台湾ツアーが決まってまして、まあ、はい、台湾ツアーとかイベントとか、はい、その辺をちょっと着々と小出しにね、いろいろやっていって、そこ成功させて次のステップアップというか、そうですね、を狙うのが今年の目標になってますんで、はい、JR の皆さん、ぜひライブとかね遊びに来てくださいね。うん、はい、楽しみに。あと僕ブログ始めたんで、始めたというか、もう一回復活させたんで、内緒ではい、いろいろ内緒で勝手に始めちゃいましたんで、そちらの方もね、なんか一番有名なブログのところでやってますんで、探してみてください。そのブログもね、いい感じにしていくのが僕の今年の目標というか、はい、もうとにかくやっぱ日本武道館行きたいんで、できることはもうやっていこうということで、こう宣伝活動だったり、ブログでもね、食いついてくれる方が一人でもいれば俺はいいなと思ってるんで、いろいろやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。続いての、年賀状、アハッピーニューイヤー、こちらはマリッキーさん、ありがとうございます。メンバーの皆さん、明けましておめでとうございます。先日はオーイーストでのライブお疲れ様でした。いつもと違うセットリストにテンションが上がり、いつもよりたくさん暴れました。膝にはあざができてました。開演前に仲良くなった他のバンドのお姉さんも楽しかったみたいですし、虚無環境奏曲の時には後ろからモッシュの推しがあったりして、すごい盛り上がってたと思います。次は2月のライブ楽しみにしてます。あと今年も投稿頑張ります。ありがとうございます。確かにまあ、ちょっと普段と違うセットリストというか、そうですね、なんか虚無感入れたりとかしたら、なんかすごいフロアが盛り上がってくれて、あ、こんなのもいいなと思いながら、うん、はい、すげえいいライブでした。あの時1月のね、そうです、先週、先々週12日のオーイーストの、はい、NHK のやつ、あれね、テレビが入ってたんですけど日本ではオンエアしないんだよね。そうです、もしかしたらウェブでは流れるかもしれないけども、詳細今 NHK 国際放送ということで世界の皆さんに見ていただけるということで、はい、いい宣伝ができたんじゃないかと思います。はい、そうなんです。マリッキーさん、ありがとうございます。ステッカー差し上げます。はい、すごい絵ですね。すごいのよこの絵が、団地がね美化されてます。そうだね、団地のかっこよさがね70倍ぐらいになってるんだよね絵を描いてくれたんですけども、これは多分パソコンで書いてくれたんじゃないですか。ですかね。色も綺麗ですね。ねえ、ありがとうございます。ございます。さあ続きまして、ジュアルネームひとえさん、今年もライブにラジオにたくさんの笑顔が溢れますように。2012年もよろしくお願いいたします。あ、可愛い絵ですね。これもありがとうございます。ステッカー差し上げます。はい。そうしか書いてなかった。その他たくさんもらったのでね、はい、皆さん年賀状なんかもありがとうございました。今年も JRKB は頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは1曲目聴いてください。はい、JRKB で近い。僕は逃げてばかりで
JALKB で誓いでした。さあ、ここから登場したのはどうも、バイオリンの秀樹でーす。ベースのダンチです。いや、違うんだよ。あ、間違えました。全然似てもいないし。さあ、ここからは秀樹とエディが、はい、登場します。すいません、遅れまして。遅れてすいません。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は一発目なんで。そうですね、2012年。年賀状もね、たくさんいただきまして。今年もよろしくお願いします。お願いします。うちに届いたのにやっぱ多いな。だいたいね、今あのメールとかで、そうですね、挨拶しちゃうから、あんまりね、年賀状は。そうですね。でも書いてもらうとやっぱ嬉しいもんね。嬉しいですね。なんかね、はがきでね、文字でもらうと嬉しいですね。やっぱね、メールが流行っていいこともいっぱいあるんですけどね、手紙とかはがきとかってやっぱいいんですよ。そうなんですよ。結局残るのってこういうものでしょ。そうだね。残るしてないでしょ。そうそうそう。手紙とかって。してないね。だから昔のやつとかたまに出てくるんですよ。うん。読み直しちゃうよね。そうですそうです。うん、僕が19、20歳の時に奥さんに送った手紙とかを引っ張り出してきたりするんですよ。おお。めっちゃ恥ずかしいですよ。うわ、こんなん書いたかみたいな出してこられて。いや、でもいいでしょう。まあいいもんですね。思い出だからね、はい、やっぱりいいですけど。すいません、お疲れ様です。いいんだよ、打ち上げみたいにやらなくて。いただきます。乾杯しなくていいんだよ、別に。トマトジュースいただきます。ありがとうございます。さあ、そんな JALKB ですが、はい、先日1月12日に、はい、渋谷のオーイーストでイベントの方出演させてもらいまして、はい、NHK 国際放送の、はい、ライブを、はい、海外でオンエアされるという、はいね、世界に。すごいよね。いや、すごいですね。どうでしたか、ライブは。いや、めっちゃ楽しかったです。うん、ライブ良かったよね。なんか今までのその、うん、対バンも、フェス的な、フェス的なその対バンもすごく、ね、楽しかったんですけど、うん、なんか違った達成感ありましたね、なんか。みんななんか、多分、ちょっとセットリストをいつもより変えて、うん、それみんな言ってた。ちょっと攻めたじゃないですか。うん、が成功した感じでしたよね。なるほどね。うまくハマった。うん、だからこれがね、うん、どこ行ってもハマるかっていうのは分かんないけど。そうですね。あの日はたまたま、すごいなんか、ハマって。うん。そうです、そうです。まあ、声かけてくれた方も、うん、今日のセットリストはすごい良かったです、みたいな。うん。あ、言ってくれましたね。俺も言われた。はい。うん、まあ、同時にね、今まではダメだったんかいみたいな思ったんですけど。同時にね、それと同時にね。同時 T ということで。同時 T。同時 T じゃないんだよ。ラップやなくていいんだよ。その同時じゃないんだよ。ポップはしなくていいんだけど。感じが違う。今までよりも良かったんじゃないじゃん。まあ、そういう捉え、ね。あのね、V が使えたのも良かったね、うん。そうですね。あれもやっぱ、まあ、JALKB の良さ。そう。ああいうこともやってるんだよっていうのが紹介できたのが、良かったかなって思うんですよね。確かにな。うん。あと、なんかあったかいお客さん、音楽好きの方がやっぱ、うん、ね、やっぱね、ああじゃないとダメだよね。そうですよね。はい、他の音楽を楽しみに来てるっていう純粋ななんか、はい、お客さんたちがすごい多くて、はい、だからなんか、なんなのこいつらっていう目線じゃないですよね。そう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 。なになに、どういう、なに、どういう音楽してんの、うん、っていう、そうそうそう、ちょっとこう前のめりな気持ちで、うん、そう、それがね、すごいありがたかった、うんうん、それが多分いい結果に僕らもやりやすくて、うん、だからこれを聞いてるジュアラーの皆さんも他のイベントとか行った時にやっぱね、やっぱね、そういう音楽はやっぱ、うん、イベント自体をやっぱ楽しんでほしい。それはお目当てのね、バンドさんいるでしょうけど、うんうん、いるよね。それと別でやっぱライブも楽しまないと。そうそうそう、うん、もう全体を楽しめるようになるともっとね、楽しいよね。もっと楽しいですよ、ね、音を楽しむで音楽ですから。なんかね、目的のね、バンドじゃないやつのとこね、なんかいたのかな、始まるとね、そういう人いたのかな、俺らがこうやって言うってことはね。いたのかな、過去いたのかな、なんか腕組みしてみるみたいとかいたのかな。まあいいんだけどね、それでも別に楽しんでくれてればいいんだけど、うん、それが楽しんでればいいんだけど。そうそうそう、わ、すごい、オルタナで初めて見ました、すごく楽しかった。あ、嬉しい、ありがとう。なんかそういうのね、嬉しいよね。嬉しいですね。うん、まあ誤解されやすいバンドなんで。そうですね、うん、あとまあ精神的にもちょっと弱いバンドなんでね。それはまあこっちが頑張れよ。お客さんが乗らないとすぐ心折れちゃう。でもなんかジュアルのライブを僕の知り合いを招待して、うん、見てもらった時に、うん、まあ、やっぱり CD 流してんじゃんって言われた時に嬉しかったんです。嬉しいね、そうやって言われたの。そう、俺もそれぐらい上手いってことね、うん、なんかまあ音楽、そいつ楽器とかも全く詳しくないんで、ライブとかもそんなに行ったことはないんですよ。すっごい嬉しいよね。ミンゴールしちゃったですね。そうなんだよ、 CD なんだよって言っちゃいましたもん。もうちょっと思ってもらおうと思って。あれ、5人で落とせたやつでしょ。
はい、それ CD です。それ CD です。超人マッキアートのダンスバージョンはそれ CD で。誰も今してねえんだ。誰もいねえもん。よくでも思われるもんね、はい、なんかエアバンドなんじゃないかとか言われるけど、やってるからね、ちゃんとやってますよ、ちゃんとライブ見てくれたら分かると思うんですけど、はい、うん、いいですね。ギターも自分のギター使ってますからね。買ってるもんね、ちゃんとね。そうですよ、高いの買ったもんね。買ったの2本買いましたよ、僕、ね、いくらでしたっけ、47万と24万機材はいいの持ってる、ね、機材はいいの持ってるんですよ、うん、そろそろね、ヘッドぐらいをね、いいですね。僕、そのすいませんね、ちょっとディーゼルってやつ欲しいんですよ。ディーゼルがね、いいけどね。あ、なんかでも、カメさんのところで、あのディーゼルが2つあるんで、使わないとき1個貸してあげるよって言ってくる。おー、うわー、やったね。やったね。そう、すいません、はい。そうなんですよ。だから自分でマーシャル持っといて、アンプ2個ってもいいですよね。マーシャルの音じゃないですか、やっぱり僕今。あ、そうね。でもディーゼルの音はやっぱりドロップ D とか、うん、ガンガン行くやつとかも、うん、あんまそこでチェンジする人いないじゃん。あんまいないけど、ヘッドの交換で聞いたことね。あの、こういうことです。聞いたことない。分かんない分かんない。パチッ。いや、ラジオだから分かんない。その動きが分かんない。途中で電源落とすと PA さんに怒られちゃうから、ね、そうですね。あ、ま、ん、あとね、なんか、うん、エフェクターとかの、うん、そのエフェクターは何を使ってますかっていうのをツイッターで、うん、あの質問来たんですけども、うんうん、あれですよね、全部こう作ったやつですよね、ボードになってて。そうそうそう、ラックね、ラック、うん、うん、はい、足元、足元ですね。エフェクターちゃんとあるよ。そうですよね、うん、ワイヤレスは基本好きじゃないね。そうですね、コンパクトじゃないってことだもんね、うん、はい、おーちゃんは僕コンパクトが本当は好きなんですけどね、うん、でもあのコンパクトにすると設定をライブごとに毎回設定しなきゃいけないんで、そうじゃなくてこうできたやつをこうやっといて、うん、その音をリハーサルで決めて、1番はこの音色、2番はこの音色ってやつ ね、はい、ソロはこのここ2番を踏んでとか、うん、そういう使い方してますね、うん、はい、まあまあすごいいい会話してるな。あ、何ミュージシャンみたいな会話してる。あれ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 、嬉しい。 CD のくせ。終わった楽器の話。バカ野郎。ピザ食ってんじゃねえてめえ。バカ誰が。ピザと芋食ってんじゃねえおめえは。ああ、もう眠いのか。よく団地もやるわ、それ。楽器の話ない。団地はよくね、あの鼻水出ないのに、ちょっとティッシュ持っていいですかって、全く出ないのに、鼻を噛むっていうのが面白いです。僕じゃなくて、僕じゃないのよ。いや、ちょっと、全然出てないで。ね、それが面白いってことでね。うん、いや、本当に。どうですか、今年の目標なんか。今年の目標ですか。うん、なんかさっきね、あの年賀状にも書いてあったんだけど、今年ね、うん、まあやっぱり僕はやっぱり知ってほしいですね、やっぱりね、ジャルケビをね。ジャルケビを、そうね、はい、そう、だからね、あの無駄なことは一つもないと思うんで、はい、宣伝活動とか、そうですね、ね、ライブとかも対バンやって、はい、そうです、そうです、ちょっとずつお客さんを獲得して、はい、やっぱり武道館行きたいでしょ。行きたいです。もうそこだからね、全てはめっちゃ行きたいですね。はい、で僕あのまあ絶対にこれはもう今日本で、うん、あの広めたいじゃないですか、まずは、うん、広めたいんですけども、うん、僕のあの兄が、うん、あのなんか今年の目標アメリカ行くっていう目標を掲げてるらしいんですよ。え、アメリカで。お兄ちゃん何やってる人だっけ。お兄ちゃんお笑い芸人なんですけど。アメリカ行ってああお兄ちゃんってそっちのね。あ、そうです。あ、はいはいはい、あ、はい、ごめんごめん、あ、あ、リアルに高知にいる。あ、お兄ちゃんがと思っちゃって。そのお兄ちゃん、自動車学校の先生です。目標はお客さん増やすって言ってました。一緒でした。2分の5の、はい、うん、大川くんの。大川くんの、はい。アメリカ行くって言ってたんで、もう、一応ついていこうかなと思ってるんですよね。ほう、はい。で、ちょっと、アメリカにもちょっとだけ、うん、広めようかなと思ってますね。アメリカで JRKB を、はい、やろうと思ってます。僕、まあ、一応目標はね、でも本当に、本当に言ってましたよ、お兄さんが。リアルな話。リアルに言ってて、へぇーと思いました。そうなるね。俺もリアルに、へぇーって今、思ったし。へぇーすら言わなかった、俺。なんだろう。あ、そうなんだ。そうです。もっとね、固めてたらいいんだけど、なんか、アメリカに行って。アバウトなのやつ。行きたいって言うて、はい、旅行の感覚なんですよ。そうなんです。それ言ったらみんな行きたいからね。はい、ルート66は、ね、こうやって、うん、
何で車で、フォードで。ヤマピーだろ、それ。あ、一緒に。そうそう、そうそうそう、ヤマピー。ヤマピーやってたの。ヤマピーやってて、いいな、これと思ったんですよ。それは、それでアメリカに来た。最初、一人じゃ成立しないやつでしょ。そうですね。だから、マッツについてきてもらいます。おはい、おはは、い、おはい、遠藤さんか。遠藤さんじゃないか。おほほい出たな。リアルおほほいだ、あれが。いや、それはカメラ回さないと。そうです。行くんだったら、回して。それ誰がお金払うの？自腹で行こうと思ってます。俺は？自腹でしょ。おはは、おはは、い、それはマッツ自腹です。それは自腹だよ。僕についていてほしいです。ロスとか行くんでしょ？そうです。ロスと西海岸。そんな分でも得る分はいっぱいあるからね。得るものいっぱいあるよ。そうだよ。多分ね、こちらの。L2 も行くと、それ行きますよ、当たり前じゃないですか。 L2 はもうアメリカ育ちみたいなもんだもん。 LA ですから、本当は。アメリカ育ち、海外育ちですよ。どこでしたっけ。タイ、タイ、あ、そうだった。タイ育ちです。エルさん実家行った時にね、ちっちゃい頃のね、タイ人と釣ってるちっちゃい頃の。いいんだ、その話は。アメリカで良ければもう俺行ったからね。悪いけど。あ、そっか。ガムでしょ。ガムでしょ。ガムでいいでしょ。ガムはちょっと違うよね。ガムはリモートだもん。ガムは違う。だって州入ってないんだよ、50州の中で。もアメリカだよ。いや、アメリカだけど、俺は何、何、うん、本土、うん、メインランド。メインランド、うん、に行きたいと。行きたい。西がいいの、東がいいの。太陽出るのは太陽出るのはあんま関係ない。どこも出るから、東です。ニューヨークの方行きたいの。はい、ニューヨーク行きたいか。痛い。ラー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 です。結構前の福留さんってことは前の、結構前の。結構前です。ラバン、バババババン。なんかもう西海岸っぽくない？そうですね。エディはちょっと西の、ああ、ちょっとバカっぽい方だよね。そうですね。そうだね。ね、まあまあ、メキシコとかある方ですか？それはロスとかちょっと西の、うん、西の、うん、下の方に行くと。下の方に行く。いや、行きたいですね。あの、まあ、僕、本当に行きたいです。撃たれちゃいそうだな、エディは。うん、おちゃん。ドンムーって動くもんね、たぶん。ムー。ノームーって言いますから。ノームー。ムーフリーズって、フリーズと勘違いしちゃう。あ、そうです、ね。フリーズ、そんな時期。フリーズ、じゃあ固まりますからね。いや、まあ、だから、うん、夢は大きく。うん、今年の JR の夢も大きくということで。そうですね、もうちょっと2ステップぐらい上に上がってやりたいですね、はい、うん、そうですね、うん、LMC さんのライブを見に行かさせていただきましたね、はい、た時に、うん、やっぱり感じました。武道館、うん、やっぱりすごかったじゃないですか。すごかったね、 LMC さんのライブ、うん、なんかこう電飾とかその、うん、セットとかね、セットとか、うん、彼とかやっぱりいつどのアーティスト見ても感じますね。全部光ファイバー。光ファイバー。うん。いつ人色とか光とか照明とか全部光だよ。で、アイジさんが言ったね。うん、MC。マーヤ君がね、うん、初めて、うん、武道館じゃないですか。うん、でもうん、アジさんはもうピエロ時代から16回経ってるって言ってました、ね、16回、はい、ってかピエロってデビューが武道館なんで、ね、確かに。そうです。すげえ、すごいんだよ。16回見てるだから、うん、この景色をお前に見せたかったんだよって言ったんですよ、MC。かっこいい、かっこいい、かっこいいと思って。かっこいいな。それルミネでやってもかっこ悪いもんね、うん、はい。そうですね、ね、カネナリでしょ。カネナリ、銀杏のカネナリが菊池に向かって、うんうん、お前にこの景色見せた。かっこ悪いわ。かっこ悪いわ。もう役者の時に俺のね、ルミネでやってたイベントとか出てたからね。そうね。見たことあるって言ったんですよね。うん、でもやっぱ夢ですね。夢ですね、うん。だから通過点としての夢だよね。そうですね。うん、はい、なんか。そこを目指してても武道館行けないよって、うん、デーモン小暮閣下に俺ら言われましたね。そうなんです。なるほどなと思ったもんね。はい、さすが。達成したらね、終わりになっちゃいますからね。そこが最終目標だと。なんか多分燃え尽きちゃうもんね、そこで、はい、ジュアラーにね、うん、武道館での僕たちのね、ステージの景色見せたいですよね。んジュアラーに武道館に立ってる僕たちの景色を、うん、景色見したい、姿をね、うん、姿をね、必ず連れて行きますから、うん、任せて。みんなもね、後ろ見れば、周り見れば武道館立ってると、うん、まあ、景色に似たようなもんですもんね、俺らと。そうだよね。だから僕は武道館の行った時に武道館の貯金箱を買ったんですよ、うん、買ってたね。はい、日本武道館の形をした、はい、
貯金箱、はい、うん、どんぐらい貯まる、多分1円今入れてるので、ね、毎日1円を、うん、あの小銭に入ってる1円を全部入れてるので、ほんと1万2千枚入れたいんですよ。あー、なるほど、1円をね、はい、うん、でその1万2千枚貯まるまでに、うん、武道館行ければいいなっていう思いで。エディ、あれ、あの握り拳ぐらいしかなかったら無理だよ。あ、そうです、ね、はい、サイズとしてはそんなに、はい、めちゃくちゃちっちゃかったよ。500円しか入らない。1000円ぐらいしか入らない。店員さんに聞いたら1000円未満って言われました。なるほど、はい、だからまあそういう思いで僕今飾ってますから棚に、うん、で朝いつも行きますよ、拝んで、拝んで、うん、いいよね、はい、必ず必ず夢は達成しましょうね。そう、もう達成しないとね、はい、もうあれもやりたい、これもやりたいっていうのいっぱいあるよね、はい、今以上にやりたいこといっぱいあるよね、はい、あのよく言いますよね、うん、夢は叶えるものではないと、叶え、か、叶え、ちょっと まとめてくれ、もう大丈夫です、まとめてくれ、いい、そうです、叶え、最初に言っちゃったんじゃない、夢は叶えるものじゃない。あ、いや、そうだ。見るものじゃない。あ、そう、見るものじゃない、叶えるものだ。うん、もう最初言っちゃってる。ダメだね、もう。最初叶えるものじゃない。叶えて2回言っちゃうと、おかしなこと。多分、エディが言いたいことはみんなに伝わったと思うよ。あ、どうだろうね。もういいです。オッケーです。ちょっとパッと。おっはい、ということでね、はい、いやでも本当に2012年もね、ジュアル KB を応援していただきたいと思います、本当に、はいはい、そうね、はい、うん、これ、あ、もうおはがきって読まれたんですか。おはがきはね、今日はないんですよ。あ、今日はなし、はい、あの年賀状は、あ、年賀状、ありがとうございます、オープニングで、はい、はい、何枚か読ませて、ありがとうございました、はい、はい、まあ、今日はとりあえずトークをあするということで、嬉しい、まだ今後のコーナーの展開とか、あ、なるほど、うん、そうですね、これとこれとこれにしようというコーナーを絞ったりとか、わかりました、なんかやっていこうかな、今日は話しながら、わかりましたっていう感じで、はい、はい、そろそろ曲を対バンの行きたいなと思うんですけど、わかりました、対バンも一バンドだけ発表、わかりましたこんなことで発表するんだ曲、はい、はい、曲はもう今回はちょっと、うん、ね、うん、行っちゃいましょう、あの曲行っちゃいましょう、どの曲行っちゃいますか、どれですか、ラ、あ、あ、バーン、あー、はいはい、ね、これ行っちゃいましょうか、はい、はい、曲紹介を、This is number、ジョー KB で、Love Balance、 急に英語になった、崩れてく最初の気持ちに戻れはしない。離れた気持ちも取らずに一人よがりの現実に流れる景色止まらずに離れゆく二人。ラバ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 
波が君に逆らって美しき夢の滞在流れる景色と真夏に離れゆく二人KB でラブバランスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのバランス取れてます？なんつって。なんつって。なんつって。なんつってね。はい。そんなこんな言ってますけども。お送りしてきます。はい。お送りしてます。お送りしてます。はい。さあ、今年の今年のね、恋する木曜日。はい。どうやってやっていこうか。あ、なるほど。ミーティングですよ今日は。わかりました。まあコーナーとか、はい。いろいろ。ね、試してあの去年、はい、やりましたよ。みんな送ってくれたんですけども、はい、まあ多分考えやすいというか、そうですね、盛り上がるのは、はい、うん、みんなが書きやすい、みんなが書きやすいのは知らんし、はい、知らんし、あ、はい、知らんしのコーナー、はい、まあ、このコーナーはですね、あの、はい、いやそれ聞かされても知らねえよっていうことを書いて送ってもらって、はい、俺らがそれ読んで、いや知らんしと、うん、言いたいだけのコーナーなんですけど、はい、面白いネタをそんな考える必要はないですもんね。そうなんですね、大喜利じゃないですもんね、うんうん、あとは CM ソングでラララララとか、あ、このハガキが結構多いでしょ。そうですね、書きやすいんですよ、書きやすいですよね、こうなんか CM、 有名な CM に当てはめて、うん、はい、まあちょっともじってやるっていう ね、 うねコーナー、はい、あとはキルスでチャーハン、あこれはあのキルスで〇〇、うん、そうですね、うん、あのなんかテーマを毎週決めて、はい、お題が変わりますもんね。そうですね、まあ、あそのぐらいですかね。まあお優しいエルニーノ、それって俺盛り上がった記憶がないの。何言ってんですか。いやもうなんか俺が滑り倒してるみたいな感じになるのがすごい嫌なんですよ。あれはそういうのじゃないです。まあまあそういう、うん、ちょっとあの何ていうの、癒しの要素もいりますもん、はい、いる、うん、僕大好きですよ、エルニーノ、お優しい、うん、それあのエルニーノロックな CD1 枚紹介みたいな、あ、それはやめときます、やめときます、はいはいはい、あの JRKB を、はい、あのかけたいんで、 JRKB の次に好きな、まあそれ言ったらね、キリがないぐらい出てくるけど、ね、まあまあそのぐらいですかね。そうですね、例えばね、過去にあったコーナーだと団地に汚い言葉をぶつけようとか、ああ、ね、ありましたね、物知るやつありましたね、うん、電話が電話ね、電話がね、ちょっとね、はい、電話は僕まだ契約してるんですけどね、うん、はい、そのためだけにあの2台持ちしてたんで。なるほどね、そうだよね、はい、うん、なんもう解約して大丈夫です。わかりました、はい、解約します、はい、あとはジュアルであるっていうコーナーだったり、ああった、勝手にジュアルネームとかね、ああありましたね、すごいね、まあ、ネタっぽいやつは難しくなってきますからね。そうなのよ、やっぱね、ちょっと難しすぎて、どんどん、例えばジュアルであるなんかさ、なんとかの時にジュアル KB を聞いているとか、はい、もうジュアル KB って言っちゃってたりするんだよね、もう。そうですね、そういうことじゃねえんだよって話になってくるんで、そうです、それはもちろんジュアルであるよ、はい、そうでしょっていう、それはジュアルばっかりそうですだったんで、もうちょっとそれはまあ なくてもいいのかな。そうですね、うん、そうですね、袖のない人見たら秀樹様を思い出す。そういうのじゃない、そういうのじゃない、そういうことじゃない、そういうのじゃない、そのちょっとビジュアル系かどうかを言いたいんですよね。そう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 ね、うん、ということで、まあちょっと継続的にやっていくのは、はい、とりあえず今の段階では、はい、スランスとスランス、スランス、あ、ちょっとなまってるよ、はい、あ、ソランス、あたす、あ、ソランス、あたすね、ソランスな、知らんし、はい、のコーナー、はい、これはまたあのホームページの方であのどういうコーナーかはね説明
するの で、はい、あのでね、初めて聞いた方とかは、はい、あのそちらの方を見ていただくと、はい、あの分かりやすいと思いますので見てください。わ、はい、かりました。知らんしのコーナーと、はい、CM ソングでララ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 ラ、はい、はい、それと、キルスで〇〇、キルスで〇〇、はい、はい、お野菜エルニーのお優しい言葉、はい、この4つにとりあえず絞って、はい、まあ今後新しいコーナーを考えるならば、ればね、そうですね、またそれを足したり、はい、引いたりとかしていこうかなと思いますので、はいはい、とりあえず来週からは、はい、その4つ、そうですね、ちょっとハガキを募集したいなと、はい、あんまりコーナー数が多すぎてもばらけちゃって、そうですね、はい、なんかこう集中できないので、いけなかった時ありますもんね、ね、はい、なんか読みたいんだけどちょっと時間ないからとかそうなっちゃうんで、はい、もう少しコンパクトにしていきたいなと思います。ハガキ出すのも結構ね、うん、お金もかかるしね。そうですそうです、ただじゃないんでね。そんな感じで、はい、いいですか、この4つでいきましょう、はい、はい、ということは、キルスで〇〇なんかはちょっとテーマを決めといた方がいいってことですね。そうですそうですね、ここで、はい、今年一発の、ま、一発目のテーマを、わ、はい、かりました。キルスで〇〇、3人ですか、キルスで、まあ、過ぎちゃいましたけど正月とかね、あ、キルスで正月ちょっと過ぎちゃったね、1月内でもいいんじゃないですか、うん、バレンタインにした方がいいんじゃないの、もう次の、そうか、うん、でも翌週ね、翌々、もっと先ですよ、ね、もっと先か、ひと月ぐらい先、キルスで、キルスで、うん、卒業とかね、もっともっと先、もっとはと思ったらキルスで成人とか、成人式ね、成人式か、キル、キル、キルスで、お正月いいんじゃない、いや、過去のやつはやっぱり見た方がいいでしょ、未来でしょ、うん、未来でしょ、俺たちはいつも未来でしょ、未来でしょ、来週やるかも分かんないしね、キルスでジャニュラリー、え、どうした、1月ってジャニュラリーですか、うん、ジャニュラリー、キルスでジャニュラリー言ってない1月は、じゃあ、うん、目標とかいいんじゃないですか、もうキルスで目標みたいな、でん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 、葉っぱを切る、デン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 、葉っぱを切る、髪の毛を切る、ああ、そういう自分の、ね、家を建てるとか、なるほど、今年の目標、今年の目標なしです、なした、なしがいいんですか、なしです、デンデンデン、なしを食べる、デン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 、それ広げないでいいんじゃないですか、キルスで、キルスで、もっとでも絞ってもいいんだよね、キルスでサラダとかさ得意料理とかね、うん、別にその季節もんじゃなくてもいいわけだからさ、うん、キルスで、そうなんだよね、うん、そういうことなんだよね、キルスで、キルスで何しようかな、キルスで世間に一言とかね、あー、だいぶ広いな、キルスで、キルスで、え、近所のおばさんの特徴目、近所じゃなきゃいけない、目が細い、ディン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 、知らないよ、肩幅広い、ディン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 、もう知らんしのコーナーちょっと後回しします、はい、CM ソング、なんだそりゃ、 CM ソングでララララ、 CM ソング、こっちのテーマから決めましょう、はい、CM ソングでララララ、最近のやつね、うん、はい、うん、最近のやつか、人形の九月とかどう、あ、うん、やってないですよね、なんかはめられそうじゃない、やってないよね、やってないです、やってないと思う、みんな知ってるよね、九月、人形の九月、僕も今それ出てきましたし、出た、はい、ってことはもうやるしかねえだろ、みんなのうちに出ました、うん、みんなのね、人形の九月、はい、これ人形の九月にします、はい、いいですか、はい、はい、来週以降のテーマ CM ソングは、人形の九月でいきまーす、はい、皆さん、考えてくださいね、はい、人形の九月に、まあちょっともじって決定です。はい。さあ、そしてキルスで丸丸。はい。はい。何がある？あ、もう来ちゃったんだこれ。キルスで丸丸。青春。キルスで青春。キルスで青春。キルス、キルスで、キルスで、キルスで。九月は久しぶりの久に月です。体の洗う場所の順番。キルスでお風呂、あ、キルスでお風呂ね、キルスでお風呂、石鹸を、キルスで温泉でしょ、温泉、キルスで温泉、温泉あるある、デンデンデン、うん、うん、うん、いいですね、
いいよ。冬っぽいし。冬っぽいし。浴衣を探す。うん。いいじゃん。言っちゃダメなんだ、言っちゃダメ。みんな考えるからさ、うん、もうそれ1個消えちゃったじゃん、はい、レイオンも、うん、履いてきたスリッパがなくなるって言うんだ、いや言っちゃダメなんだからダメなんだってそういうのを送ってもらうんだから、うん、おかみが白髪デンデンデンよくねそれこれねこれね貼っときますからね今、はい、起きたらはだけてるデン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 浴衣がねいいんじゃない温泉行きましょうか、はい、うん、キルスデ温泉、キルスデ温泉、はい、に決まりました。はい、温泉あるあるは、まあ、行ったことない方もいると思うんで、うん、いや、まあ想像で、うん、全然いいじゃん。テレビで、ね、雪国ツアーとか温泉は全く知らないはいないでしょ、うん、なんかテレビで見たりとか、うん、1回は行ったことあるんじゃないかな。絶対ありますよね。なんか修学旅行的なことは、まだでも中学生だからないとかは。ああ、そうか、中学生聞いてるか、うん、だってうちの娘ないですよ、多分温泉。そうか、ないか。絶対連れていかないって言ってたもんね。絶対に娘をね、温泉に連れていかないなんで決めてる決めてる。家が温泉って書いてます風呂場の前、ね、家に。あ、何お湯の間って書いてますOK はい、じゃあそれですね。キルスで温泉。はい、これは温泉あるあるを3発で3つ目にこう落としてくれるとありがたいですね。はい、はい、そんな感じで、お野菜エルニーニョのお優しい言葉、はい、これはなんかあの悩みとか送ってもらって。そうですね、ガチ悩みの方がいいな、うん、ガチ悩みなんだけど、あの濃いやつやめて。うん、濃いちょっとポップなやつね、うん、ポップなあの、うん、悩みね。例えばなんだろうな、どうやっても救えないようなもの。そうやつ。あの痩せれませんとかもうやめてほしい。うん、うん、痩せれるから。知らんもんね、それは知らんもんね、うん、痩せれるから。うん、僕はね、昨日ツイッターであげたんですけど、はい、あのライトあるじゃないですか、豆電球がないと寝れないっていうのがあるんですよ。え、それはマッツが。そう、あ、そういう悩みが。俺マッツ寝れないの、ちっちゃい頃。真っ暗無理ってこと。そう、真っ暗は無理ね。俺もテレビつけっぱなしですよ。いや、それは真っ暗。なんで豆球がいるの。なんかね、わかんない、6年前から急に。テレビは怖いからでしょ、単純に、うん、シーンとして真っ暗は怖いでしょ。そう、声も出してる、絶対。なるほどね、寝れないけどな、俺そんな。音があった方が安心する。安心する。その空間に誰かいてくれた方が。それただ怖がりだじゃん。ね、だからくにちゃんよくね、ちょっと1回ぐらい。いや、それ結構です。はい2人ともそうなんだよね。そうね、怖がりなんだよね。だから僕はPR エルザと行くときに、エルザと一緒の部屋に一回したことがあるんです。勝手にプロモーションで。俺もあるわ、お前一緒にしてること。俺知らない間にね。いや、そうなんです。部屋が同じになってたりするの。全然シングル2つ取ってくれたらいいのに、なんかダブル1個だって。ツインとかね、はい、ちょっとオーダーが来るもんね、事前に。そうです。別にいいけど、はい、全然いいんだけどさ。まあ、こういうのポップでしょ。まあまあね、そうだね。あ、それだったら。そうですね、そういうポップなやつですね。死にたいですとか、そういうのはちょっともうね、うん、ちょっと昨日手首切ったんですけどとか、ちょっと。いや、ちょっとやめてほしいですね。ないんだ、今までそういうの。一回もないんだよ。もう、今、薬をもう、だからないんだって、そんな。睡眠薬大量飲まないと寝れませんとかは、ちょっとやめましょうね。やめましょうね。うん、もうちょっとポップな、うん、今縄を首にかけようとしてます。おほほい、はい、そんなんやめてくださいね。そんなんやめましょうね、うん、はい、なんかポップなお悩み、募集してます。今拳銃を眉間に当てて。もういいんだよ、ラジオ聞いてんじゃねえよお前も何最後に恋目聞いてんだよ、ね、あとは引き金を引くだけだから。秀樹さんは結婚してくださいとか、ね、それやめてください。それはでも全然ね、自由ですからじゃあ、まあ、叶えてくれるってことですね。いや、叶えるかどうかわからないけど、結婚する可能性なくはないよね。なくはない。うん、それはだって男と女ですから、か何があるかわからないですよ。うん、そうか、うん。なんかそういえば、いっぱい質問、なんていうの、答えてたじゃないですか。ああ、一日中ね、ツイッターで。やってましたね、結婚してくださいとかありましたね。うん。面白くて見てましたよ。あれ、何や、あのコーラ。いきなり派手な電話かかってきてさ、今日えっちゃんは全部リツイートするからって言われて、あ、どういうことそれと思って。僕、江藤さんのツイッター見て、うん、俺もやってたんですよ、実は。え？え？やってた？俺もやってましたよ。マジで？そうなの？地味にやってました、俺、リツイート。あ、リツイートね。リツイート？その、江藤さんの、その、返信返してるじゃないですか。うんうん、あ、返信か。うん。
僕はあのその子でずーっと返信してました。来てる子たち、そうなんだ。僕もうこれの証拠残ってます、ツイッター。いや、いや別にいいんだけど、はい、見たくないんだけど。見えますか皆さん。見えない見えない見えないんだよ、バカ野郎。あ、エディもそうやって動いてたんだ。やってましたやってました。全然気づんない。その裏で地味に動くのやめてくんない。はい、僕がやっぱりもっと大々的にやるなら、はい、もうそれは。で、これあのみんないいと思ったでしょ、はい、なんか面白い企画だなと思ったでしょ。はい、ちょっとこっちとら大変ですよね。フォロワーが20人減りました。あらあいやー、そりゃそうなのよ。タイムラインがね、タイムライン、こいつなんなん、こんだけ上げて俺何百件って上げたんでしょ、あれ。全然気づかなかったんだけど、だからあのちょっとね、問題、こいつ外すかって、こいつ外すかってなるよ。多分俺もそうだったらなるもん。なるほど。もうびっくりしたもん。これってフォロワーどうなってんだろうと思って最後見たの。プラマイプラならいいんですけどね。そう、プラマイ前だった。辞めた人もいる、でも新しく入った人もいる。いる。プラマイ前。それの状態で前ですもんね。そう。はい、ての、それってね、はい、ちょっと企画としてはすごい面白かったんだけど、まあね、そうですね。ただ、ほんときついよ。きつかったと思うね。はい、いや、きついでしょ、一日中。何も俺食わないでやってたのもあれ。お風呂は？お風呂入ってない、入ってない。あー、ずーっと。ずーっとやってたの。でずーっと来るんですね。うん、これいつ休憩してんだろうと思ってたの。ずっと、うん、だから、あ、そうか、でもあれはリツイートってやつですか。なんていうの、変…リツイートでしょ、変身か、変身か、全部変身。あ、変身か、うん、公開しながら変身するっていうやつなんだけど、 RT でしょ、 RT、リツイート。あ、リツイート、だから全員のタイムラインに入ってくるってことでしょ。そうなんだ、だから俺をフォローしてくれてる人、引用、引用じゃなくて、あ、引用でしょ、ただの変身じゃなくて引用と。俺はずっと返信してたんだよ、その人に。個人に、個人だけに。何こそこそやってんの。え、でもそれを見て、うん、あ、やってるんだっていう、うん、俺のツイートを見て、うん、あ、やってるんだって思って、すごエディのとこまで行って、うん、エディが何つぶれてるかを開けば、うん、全部見えるだよね。なるほどね、うん、そういうことか。なんかそれを見てタイムラインには乗らない。そう、友達がフォローさせていただきましたとか、うん、はありますよね、ちょろちょろ。そうだからね、はい、まあやってみて、まあまあ、はい、楽しかったんじゃないかなと思うんですけど、はた、い、から見てる分にはすごい楽しかった。きつかったよあれ。あとこの、鬼将軍さんっていうこの今、うん、タイムラインに載ってる方いますけど、はい、この鬼将軍さんは何ちゅう名前だこれ。 JRKB のコピーバンドを組んでるんですよ。あ、いた、はい、鬼将軍。俺んとこあれコピーバンドやってる人いたわ、はい、そうです。鬼将軍さんがギターやってて、うん、今、ジュアル KB の、うん、あのコピーの曲でバンドやってますみたいな、うん、あって、うん、僕はあの僕より上手くならないでねってこう返したんですよ、うん、いや、もう上手いですと。すでにエディなんかはもう目じゃないです。目じゃないと。あ、なるほど。そうです。で、友達も、あ、多分そうだと思いますみたいな、多分バンドの友達でしょうね、うん、もう入ってきてみたいな、うん、楽しかったです。だから、あ、そんな会話をしてる、そういう会話を、あ、なんかコピーバンドやってくれてるのはすげえ嬉しくて、嬉しいね。はい、そんなね、鬼将軍さんね、ありがとう。ツイートバードが調子悪いんですよね。確かに、うん、なんかおかしい時あるよね。2つ持ってるんですけど、アカウント、うん、そのジュアル KB でやってる方が悪くて、うん、返信が見れないんですよ。ね、なんか、あ、それね、なんかね、設定変えればいける。俺も写真が見れなかった時に設定どう変えるの。あのね、この一般のここ写真のツイートピックとかさ、ピックとかさ、なんかあるの。それ後でやろう。それ後でやろう。それ今じゃない。大変なんだよこれ。それ今じゃないな。これでも分かる人いるかもしれないですからね。ああ、それ書き込んでつぶやくと、でみんなツイッターやってるわけだから、なんかのアプリケーションでやってるわけでしょ、うん、そうですね。ツイートバード使ってる人いたら、うん、ツイートバードプロなんですけど、うん、だから僕ツイップルでやってるんですよ。ツイップル、ツイップルってあるんですけど、ツイップルで JAL KB の方はやってる。ツイップルワイパー、それクイックルワイパー、クイックルワイパー。負けちゃった、負けちゃった。俺の勝ち。今の負けたな。ワンポイント。よっしゃ、やっちゃった。たまったら入るか。何ポイントたまったらだよ。5ポイント。ああ、結構近いな。結構すぐ。そうなのよ、うん、まあそんなね、そうですね、企画もやりながら、まあでもたまにはいいんじゃないですか。だよね、結果減っちゃっても。いや、だから今度俺フォローしてくれてる人とかに会ったら、うん、もう全員に謝ろうと思って、はい、この間の一件多分ね、何百件ってね返してんのよ。そうですよね、あの日、ね、な、誰だっけ、400何十件かな、なんか500件近くなった。一旦外しただけかもしれないですよ。
一旦外して、そこ外してから何日か経ってるけど終わったでしょって戻す。いやもう全然戻ってこない。あれ俺気づいたのがあれエルザ、うん、ドリナやってないなと思ったんですよ。やってないよ。あのドリナやってないから、うん、あれ、あでもなんか曲作ってるのかなと思って、うん、曲ツイッターペッて覗いたら、うん、すげえ数のこれはできないなと思って、うん、よしじゃあ俺も やろうと思って。いやそれがあれすげえ質問いっぱい送ってきてくれたのね、みんな。はいはい、で多すぎてもうなんか見れ、もう昔のやつが見れなかった。見れないのよ昔のやつが、うん、それしかないです。更新されちゃってて、はい、それ申し訳なかったなと思って、はい、いやもう全然それはそうなんですよ。まあでもねちょっと運ですからね。あの俺ブログも始めたんで。あそうですね、新しく、アメブロ、アメブロ、アメブロで始めちゃったんで、はい、うん関係ないっしょ、いいっしょ、いいっしょ、ああ、うん、だってやっぱりより多くの人に、ね、知ってもらうためにね、そう、あのね、やっぱやんなきゃいけないことたくさんあると思うのよ。たくさんある、うん、その宣伝活動にしてもね。そうです、うん、やっぱツイッターもいいんだけど、ツイッターってやっぱ情報がこう流れていっちゃう、うん、そう、やっぱ早いんですよね。そうだからね、ブログとかだとやっぱちゃんとみんながこう見に来てくれれば、そうですね、そこでなんか、はい、あこういうことやってんだとか、あこういうバンドなんだとか、うん、とか、あ楽屋でこんなことやってんだとか、なんかそういう情報とかを出していこうと思って。そうですね、うん、もう一回ちょっとシーズン2を、うん、やりましょう。エルザブログシーズン2がやりましょうとかやってるんで、もうもうやりましょう確実にやりましょう。もうやってるんですよ。それをここ何日ずっとやってたのよ俺。なんかアカウント取ってとか、はい、ね、そうなんです、そうなんです。だからまあやっぱりね、僕たちの使命っていうのはやっぱりね、うん、やらなきゃいけないことをね、うん、もうやっていきましょう。そうね、随時随時、そうそう、いいと思ったらやっていけば、はい、そうですね。だから僕もやっぱり自分の中の裏テーマで1日1回絶対にギターを触るっていう。最高じゃん、はい、いいですね。それは絶対やってます。もうはい、ひたすら弾き続けるんですね、うん、はい、これなんか布袋さんの言葉なんですけど僕は練習をしていたんじゃない、ギターをひたすら弾き続けたんだ、うん、っていう言葉をね、うん、練習っていう感覚じゃないとね。そう、ギターを弾き続けたんだっていう言葉。絶対でも触ってたら上手くなるもんね。そうですね、はい、うん、であと僕はね、パソコンのコード踏みながらコピーしてみたりとか、うん、とか耳コピーってやつを今、うん、すごく練習してるんですよこの音だろうなみたいな、うん、だいぶ遅いよね。だいぶ遅いですでもいいことですね。いい、いいことだと思いますよ、成長を、うん、自分の裏テーマで持ってますって、うん、もう、お時間、お時間の方がでも、ほんと11時、もうそうなんだよ、ね、あと4分。そうなんです、今日、なので対バン相手を、はい、対バン相手、ここで発表するんですね。何月、何日の対バンですか。3月3日は、新宿のブレイズ、初日。女が主役の日。そうです。そうなの。3月3日は女が主役でしょ。桃の節句。あー、そうなんだ。桃の節句です。巣です。ひな祭りでひな祭り、はい、あ、その対バンの相手、対バンの相手、なんと今回はうん、誰ですか。一発目、一発目、一発目ですよ。一発目、一発目です、はい、初日。もうね、対バン、初対バンツアーでしょ、うん、初日にふさわしい人です。言っていいですか。言っていいです、はい、まあ、関係性もあってね、はい、うん、言わさせていただきます。お願いいたします。お願いします。3月3日、対バン相手は小野正俊さんですあ、ちょっと待ってください。いつまでも二人このままっていう、うん、吉田拓さんがやってたドラマの主題歌の人とはやりません、はい、そうですね。違います。違いました。違うよ、実は秀樹が知ってるんですよ。秀樹知ってるんです。秀樹知ってる。じゃあ秀樹の方から、まあ、俺が頼みに行ってみたいとこあるんで、ね、そうだね、はい、秀樹が僕が頭下げて、うん、今回、はい、それでは3月3日の、うん、女の主役の日、うん、対バン相手は誰ですか。カリウドのお二人ですありがとうございます。あずさ2号に乗って、はい、8時ちょうどに、8時ちょうどに頼みに行ったんでね。はい、頼みに行きました、うん、そしたらよくやってくれたね君なんていうことで、はい、まあそんなカリウドさんと対バンは島千ですよね、はい、すいません、申し訳ございません、まあ、そこはもうだエルザがもうないリーダーに決めてもらおう、うん、俺らはもうふざけるだけ。解散してんだよ、ね、そうだね、まあね、うん、そう、申し訳ないです。発表しないとこういうのは。だってもう時間も時間なんだから。そうそう。うん。それではバシッと、はい、リーダー。はい。3月3日。はい。女が主役の日。はい。対バン相手は誰ですか。原爆オナニーズです。違いますよ。え？違いますよ。原オナじゃないの。原オナじゃありません。
あ、ゲームじゃなかったっけ。違います。違いますよ。あ、俺頼み行ったけどな。ゲームな。頼み、ゲームなさんに。頼み行ったんすか。行った行った行った。それじゃあ。その日オナニーがあるからダメだって言われたけど。そうそう。だとしたらもう一回断りかなダメですよ。そっか。はい。エルゾもこの後ね、お優しいオナニーになりますから。何言ってん。行かねえだろ。でも、はい、その人とは対バンはしま。1000円でした、ね、そうですね。やっぱもっと関係性のある方たちとやります最初やっぱり。そうだよね、うんうん、エディちゃんと正解を発表してくださいよ。はい、うん、3月3日はですね、うん、なんと、4人になった、1人抜けて4人になりましたね、はい、ドリフターズの皆さんと、やろうと思って。もう1人抜けたんじゃないのかな。ドリフターズ触れづらいんだよ。触れづらいんだよ。次行ってみよう。次行ってみようさんがいないんだよ。そうだもんね。2人いないんだよ。実はすごいバンドだからね。本当そうですよ。ビートルズも全然やってるんだ。全然やってるんだもん。はい、本当はですね、3月3日土曜日、うん、新宿ブレイズ。はい。行っちゃう？言っていいですか？いいよいいよ全然。行っちゃってください。言っていいですか？対バン相手は？対バン相手はストライクの方です。ありがとうございます。これ本物、本当です。これ本当。はい、ストライク。ストライクってバンド。はい。劇団コンドルズ。はい。はい。はい、劇団というか、まあ、パフォーマンス。いろんなパフォーマンス集団。はい、昔はね、あのコンドルズっていうあのバンドだったんだけど、名前変わって、ストライクさんと。はい。はい。ね、昔、コンドルズさんとはよくやらさせてもらいましたね。やらせてもらったね。楽しかった。はい。そんな対バンが久しぶりに。はい、そうですよね。はい。一回新宿フェイスでやりましたもんね。フェイスか。フェイス。フェイスか。フェイス。やったね。フェイスですよね。そうそうそう。やりまして楽しかったな。舞台にもね出させてもらったことありますし、はい、あのコンドルズさんの DVD とかも出てますもんね。はい。一緒にやってしまったので、うん、楽しみですよ。そうですね。共演できるのはね。はい。そうですね。ストライクさんと。うん。かっこいいんだよな。はい。まあ対バンという形なんでね。はい。どうなるかちょっと分かんないですけども、うん、はい、楽しみな。スタートが切れそうですね。いや、すごくいい。こうやって感じでね、おいおい、はい、対バン相手を発表していけたらいいなと。はい。その後も、いやー、まあ、やばいバンドが待ち構えてる。やばいの来てますね。やばいの来てますね。ちょっとね、あ、うん、楽しみに。言えねえな、ここで言えねえ。言えねえ、ね、うん、まあ、でもエディが今頭下げに行ってる、まだ決まってないバンドさんもいらっしゃるしね、うん、ちょっとそれだけちょっと教えてもらう、うん、エディが頭下げに行ってるバンドさんだけちょっとさ、うん、ちょっと、うん、言っていいのかな。だからもう決まってるわけじゃないから、うん、頭下げに行ってるっていうのだけだからさ。そうだったらまあね、うん、いいですか、決まればいいなっていう。ちょっと、まあ、でもみんなね、こう、あの、期待してるから、期待したいじゃん。あ、そこ行ってくれてんだ、決めてきてってなるから、そこ決めてきてよっていうところを言ってると思うから。わかりました、うん、どこに頭下げに行ってるんですか、うん、レンジアゲンスト。海外じゃん。わかんない。言わない方がいいと思う。レイジね。レイジアゲンストザマシーン。レンジアゲンストザマシーン。あやふや。レンジって言われたら。オレンジレンジか。そうですね。俺もオレンジレンジだと思いましたね。ね、本当違います。違いますか。はい。アモンさんの。え、はい、宮本アモンさんの方に。バンドやってんだ。ダバダーバード。あれは宮本アモン。歌じゃない。歌じゃない。宮本アモンは知っているって確か言うけど、そっち。あのね、違うんだよ。違うか、うん、宮本アモンさん違うんです。実は違うんです。違うんですか。はい、うん、あ、うん、もう言っちゃおうかな。何を。うわ、なんか覗き込んだってことは、それ本当のやつじゃない。やばいやばい。やばいよ、本当のやつ言わないでよ。はい、大丈夫。はい、はい、大丈夫ね。はい、うん、本当に言っていいですか。うん、本当はですね、ダメだ。はい、ダメなんですね。じゃあ言わないです。ダメだっても言われたんで。危ない、言っちゃうから。もう危なかった。怖いわ。確定、ね、してたりしてなかったりもあるんでね、いろいろあるんで、まだ、はい、本当はくるりさんだったんですけどね。くるりさんだったんですけど、本当はね、頭下げってのはね、頭下げってのはね、今本気で一番に頭下げってる人誰。本気ですか、うん、レッチリです。ダメでしょ。それはもう本気では世界狙ってるからね。俺らね。そうです。あ、お前レッチリって言ってる。俺レッドホットって言ってるから。あ、それ、うん、それお前あいつかお前。山本だお前。みんなレッチリレッチリ言うけど、俺はあのレッドホットって言ってます。マジで。それ捕まったっけ。レッドホットって言ってます。それぐらい、ね、レッドホット好きです。誰。なんかありましたね前。レッドホットまで言ったらもうチリペッパーズ言っちゃった方がいいと思うんだよ。
みんなレッチリレッチリ出ますけど、それ日本人だけです。僕はレッドホットと言ってます。いや日本人じゃんお前。そんなわけで、はい、ツアーの初日3月3日、はい、新宿ブレイズ対バン相手はストライクの皆さんとやりたいと思います。思います。はい、この間メールしてて俺、はい、メンバーさんと、はい、よろしくねみたいな感じで来ました来ました、ね、明けましておめでとうございます、3月3日楽しみしてます、はい、みたいな言ってくれたんで楽しみな感じですけども、はい、はい、ありがとうございます。楽しいライブにしましょう。楽しい、本当に楽しいライブにしましょう。うん、ね、まあその後はもう続々とあのいろんなバンド決まってて、はい、ちょっとまだ言えないんだけど、まだ言えないです。千葉ロックだけ言っていいかな。ルックね、千葉ルックね、ルックね、え、千葉ルックだった。全部間違えたわ。で今すでにホームページのアップ、あ、今ホームページアップされたんですね、うん、はい、はい、ツイキャスラジオの情報もアップしました、はい、うん、ツイキャスラジオの情報と、対バン相手、はい、アップしましたので、まあワンマンとはまた違うライブがね楽しめると思うんで、はい、ぜひ皆さんに来てもらいたい。そうですね、はい、僕らをね助けるという意味もありますけども、うん、ね、いつもと違うバンドさん見れるっていうのもあるし、そう、あのイベント自体を楽しんでくださいね、うん、皆さん、はい、はい、ですね、はい、そんな感じで。チケット先行情報もホームページで、ホームページで入れます、ね、はい、一緒に掲載してあります。はい、もう一度、あれ、台湾ツアーの間もなくじゃない、先行台湾ツアーの先行、間もなくですよ。福岡も始まってるよね。はい、先行始まってます。買っといた方がいいよ。新宿は1月25から先行スタート、先行スタート、はい、うん、ぜひ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 買った方がいいよ。日程だけ最後に言わせてください。 OK です。日程、ライブの日程、はい、ライブの日程、はい、さあそれでライブの日程を見たいと思います。はい、ライブの日程よろしくお願いします。はい、エディの方からはい、1月21日無限大ホールでですね、はい、泥の2期生の会があります。はいはいはい、よろしくお願いします。お笑いの方いいよ。あ、お笑いの方いいか。告知はいいよ。 そ、 それではですね、3月3日女が主役、あんまり余計なこと言わないですよ。入ってこないからね、情報が。近森人形の、CM やらなくてもジャルケビーライブハウスツアー2012、はい、異色バラの歌合戦、はい、はい、3月3日が新宿ブレイズ、はい、ね、ストライクさん、はい、一番がね、一般発売日が2月5日、はい、ね、続いて3月17日、はい、土曜日、はい、福岡ドラムロゴス、はい、ね、4月5日神奈川サンフォニックスホール、はい、ね、4月28日名古屋 L、はい、4月30日月曜日祝日、うん、大阪赤楚、はい、ね、5月に食い込みます、はい、5月3日木曜日祝日千葉ルック、はい、ね、5月12日土曜日埼玉ヘブンズロック、はい、ね、そして6月9日いやらしい土曜日、はい、あ、69、はい、はい、渋谷 X渋谷アックスですね、はい、以上8カ所で、はい、はい、よろしく。各会場で各違うバンドさんと対バンをしていくという、そうですね、はい、はい、イベントになっておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、ね、また詳細ホームページの方に載ってますので、はい、はい、チケットとかね、チケットとか見てください、はい、ね、一人でもね、JRKB ね、皆さんの力も借りたい、はい、ね、僕も頑張りますよ、はい、今年も広めていきますから、はいはい、ね、そのためにはみんなの力がいるということで、はい、そして、なんとですね、はい、2月9日木曜日、はい、デビロック&スカルシットイベント出演決定というのになりました。ありがとうございます。先行終わりましたよ、これ先行終わりました、すごい数字です。あー、やっぱね、びっくりした、ね、これライブアクト言っていいんですか。ライブアクター、あ、ライブアクターはですね、はい、私たちジュアルケビ、はい、そして、Pay Money to My Pain、はい、PTP ですね、はいはい、そして細見武さん、ハイエータスのボーカルの細見武さんが、元エルレガーデンの、はい、はい、対話してますからね。そうですね、はい、それもうちのイベントだった、ね、そうですね、はい、そしてプレイガイド一般発売日が1月21日土曜日、はい、あさってとなりますね。そして、オールナイト日本45周年感謝祭、うん、オールライブ日本、はい、チケットですね、ソールドアウトしました。ありがとうございました、ね、国際フォーム、東京国際フォーム A で、はい、ありますね、一番でかい、そうですね、218ね、218初めての、はい、国際フォーラム、ね、これ主演者はもう決定されてる、はい、ね、TM レボリューションさん、はい、ゴールデンボンバー、ジュアル KB、オードリー、オードリー、はい、ミワ&モア、ミワ&モア
アンドモアさんはやったことないですもんね。やったことない。そうですね。なんかミワさんとモアさんがなんかこれ同じバンドみたいなね。そうですね。ミワアンドモアみたいな。ミワアンドモア。そしてちょっとね、スピンオフですかね、これは。スピンオフ。ね。でもこれはすごいですよ。はい。言っちゃっていいですか。言っちゃってください。はい。ザ・カムリニューアルバム死に損ないのヘビーメタル。実はこれ、はい、このアルバムにですね、はい、エルザが、はい、なんと参加してるんですね。これレコーディングに。そうです。エルザのドラム、これ聴けますよ、はい、皆さん。そしてね、カムリさんのこの待望のニューアルバム、うん、ね、この死に損ないこのアルバムめっちゃくちゃかっこいいの。あら、エルザ推薦ということで、はい、僕はあの4曲目のブラックサガスっていう、あ、いいですね。曲ブラックサガス？サガス。サガス。ブラックサガス、僕叩かしてもらってる。うわー、いいですね。はい。こうめっちゃこうアルバム全体めちゃくちゃかっこいいの。うわー。ぜひね、聴いてほしいなと。はい。思います。お願いします。参加メンバーもね、あの、ね、世紀末のルークさんとか。ルークさん。はい。あの、デトロックスとか、あの、サツのカズさんとか。はい、うわー、すごい。はい。オムも、あ、そうですね。はい。まあ、いつものバンドのベッチさん、オムさん、梅さんは、梅さん、はい、参加もちろんしてますけども、ありがとうございます、はい、ね、これは、2月の11日に会場限定、あ、会場先行で、会場先行で CD が発売されるんです ね、で3月21日に、全国の、ショップで CD とライブ DVD ついたやつが321に発売されるそうですね、いうことになってますんで、これほんとかっこいいから。しかも DVD 付きですからね、これね、スペシャルパッケージで。そうだね、はい、うん、いやー、これ僕もちょっと聞きたいです、本当に早く。もうね、今ここに CD あるんですよ。あー、じゃあちょっと、後ほど先行で流したいと思います。いや、ダメですそれはダメです。スタッスタッスタッ怒られます。梶原さんっていう方がね、はい、やってるんですけども、あ、ね、そうですね、ガンガン行けよっていう方なんですけども、初代制作ですよね。そうですね、はい、ね、お世話になって、はい、はい、そんな感じですよ。そんな感じですね。はい。はい、またね、うん、本当やっぱりジュアルのライブってね、うん、終わった時も楽しいですよね。やってる時が一番楽しいですけど、うん、終わっても楽しいって何なんですかね、これね。終わってハイタッチが楽しいっていうね。打ち上げも楽しいみたいな、うん。それが俺楽しみなんですよね、いつも。ライブ中に。大体どこのバンドもそうですよ。だって打ち上げも楽しいもんですから。そうですね。はい。はい、分かりました。はい、まあ今年2012年もあの JALKB、 あの飛躍の年というか、そうですね、はい、いろんなことにチャレンジしていこうと思いますので、はい、今年も皆さんよろしくお願いします。わかりました。ぜひぜひライブの方に、足を運んでください。はい、はい、そんな感じで最後の曲いってみたいと思います。はい、レディーお願い。わかりました。最後はじゃあみんなでちょっとね盛り上がっちゃおうかな、うん、と思ってますよ。はい、これがないとねやっぱりジワラはね、うん、これを、やってんのよ金子さんって方から出ます。さあそれではね金子さん男負け直します。金子さん負け直します。ソングライダーズとメンバー、あ、なるほど、はい、アーティストの方ですね、はい、負け直します。受け持ってたね、はい、はい、元担当の、はい、あ、いいですね。この後どうなんでしょうか。さあそれでは、今夜どうなるか。そうですね、この家がどう変わるかですね、はい、うるさい。すぐ帰ってほしいみたいな空気出すんだろうね。そうですね。今日大丈夫なんで。そうですね。さあそれではね、これ聞いてテンション上がってください。今日はね、はい、木曜日なんですけども、おこれで終わっちゃおうかなと思います。これ、はい、これはちょっとやめたほうがいい。これ、あ、これ違うんですか。音源じゃない。あ、そうなんですね、はい、分かりました。これまた別のやつね、はい、改めて分かりました、はい、了解です。お願いします、はい、じゃあ、はい、僕よく言われました、これ聞いてジュアルケビ好きになりましたって聞きました、はい、聞いてください、はい、恋の傷と、はい、恋傷。
それではまた来週、恋する木曜日聞いてください、今月誕生日のあなた、来月、すごい動物飼うでしょう。おやすみなさい。